Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガエルチャンネルです。さあ今日はプロダクションカーですね。シムラブチャレンジというですね、これ初出場ですね。まあ、MX-5 も参加できるこのコンソー、クラスコンソーのレースがあるということは、存じてたんですけども、このね今週、ニル北で開催されているという情報ですね、親切なインド人留学生ですね、シャクガンさんから、聞きつけまして、でね、セーフティーレーティング A のね 1.1 まで、落ちまくったガイル選手としてはこのね SR 稼ぎにぴったりなニル北のレースにね参戦しております。この前を走るのが何でしたっけ、トランザム、ファイヤーバード、いや全然違う、なんか FR5.0、 FR50、 なんかねはい、アメ車ですね。もうマッスルなアメ車、まあ多分直線練習でね、練習走行を見た限りだと直線盤上っぽい車ですね。さ あそろそろ来るかな。でガイル選手2番手スタートですね。さあで、予選ポールがヘンリーさんですね。まあ、この人がねあえてこう間隔をね開けてスタート、していきましたね。まあ、やっぱり車速がねそこまで違ってないので、まあ、間開けた方がいいだろうってことでね。さあいつスタートするでしょうか。まだ来ない。おなんかスタート切られたっぽい。これはめっちゃ出遅れた。おお、これは出し抜かれた。うまい。このなんかねウィービングしつつでもなんかねスタートの瞬間を伺っていたみたいな、そんな、これはねこのねローリングスタートで出し抜けっていうのはね結構ガイル選手も、やってますしね、騙されないように気をつけていたんですけど、このねクラスコンソーのローリングスタート出し抜きはねこれやられた。これはもうねめっちゃやられましたね。さあ 1.2 秒、これはなかなか厳しい。いや早い、やられましたね、このヘンリーさん 1.6 秒差。これはねスリップ効かないですね。これは辛い。後続の滝さんですね、昔あのね F1 ドライバーで滝さんっていたみたいなんですけど、はい、滝井上が後ろをびったり。これは来るのか。はい、行きたそうなので行かせましょう。なんといっても今回のねガイル選手の目標は優勝することではなくて、ね、極力インシデントをね抑えてこのセーフティーレーティングを上げること、これですね。まあ、これもねあの最後尾ピットスタートとかになってもねやっぱあの遅い車のバトルに巻き込まれてしまうので、やっぱりね予選頑張って、上位でねこう空いているコースを、ね気楽にドライブ、これがね一番やっぱね良い SR の相方ですね。さあおーなんかおーおーおー、これはナイス回避。さすが F1 ドライバー。さあ後続はどうでしょうね。意外とねこのこの何でしょう、社名が思い出せない、ポンティアック、ファイヤーバード、トランザムとしておきましょうか。あのトランザムがですねそこまで速くないんですよね。なのであの例えばねあのポルシェ、ケイマンとかね GT4 ぐらいだと、まあ、いくら遅いドライバーでも MX-5 に追いつかれることはないでしょうみたいなことは
あるんですけども、このねファイヤーバードはね、あ、意外と特にねコーナーはね MX5 の方が早いですね。さすがね、まあ、あのアメ車の、 あの車体がねもうなんか見るからにマッスルカーっぽい感じですよね。さあこのね、F1 ドライバーの威厳にかけて滝さんにトップのヘンリーさんを追いかけてもらいたいところですね。さあね、後続の下々のドライバーの争いでまた馬勢が飛び交ってますね。なんかねバカだのアホだの言ってますけど、さあこのね後ろのユダさんですね、ユダさん 1.8 秒なのでこれもうちょい開けときたいですね。このギャップを開けきると後ろから追いつかれないので安心できると。これはね、ギャップ開きましたね2.4 秒。で前走る滝さんもねさすが元 F1 ドライバーだけあって、速さ的には特に不満のない速さで走行してくれているので、ここはねあえてこう俺がとしゃしゃり出る場面ではないですね。まずは後ろでじっくり、インシデントをつけずにですね、もう本当この口が酸っぱくなるような、ね、ノーインシデント運動、これが大事です。ね、今ウィーク10なのであと2週しかないですからね。さあ、ね、人間界の下々の者どもの なんか3番手を走ってたドライバーがなんかどんどんなんかどつかれて落ちていきましたね。それでね盛大に文句が出ているようですね。いやー桑原ね。この前を走る、滝さんのこのマツダロゴの左は出光のロゴですかね、ちょっとちっちゃくて分かんないんですけど出光ロゴだったらすごいですね。出光はね結構 MotoGP でスポンサードを活躍してますよね。あれあれでかっこいいですよね、あのカラーリング。おっとっと、まだねそこまでこう練習でね、おーさあトップが詰まっている。これは結構ねしびれそうですね。これはなんか微妙な感じで今譲ってもらってましたね。さあこのクラスコンソー、こんなにね3周ってね決まっているレースなので、でしかもねこれ1時間おきに開催されるってねすごくこうなんかね、これもうニュール大好きドライバーにはたまんないね、1時間おきこれねスキップバワーと並ぶね頻度なんですけど、で1時間おきなのでもう3周っていう風にね3周ポッキリっていう風に決まっているレースですね。非常に安心親切明瞭会計なね、レースになってますね。さあこれは譲らない構え。これは譲らないのか、なんか譲ってくれるけど微妙な譲り方。おお危ない。何でしたっけな、フォードムスタングですかね。全然ポンティアックじゃないですね。そうですね、左下の、ね、アイコンにもフォードって散々出てますね。すみません。さあ後ろから直線番長のフォードムスタングが来た。さあここはね、ここは前には出ない作戦でいきましょう。
まあ、後続とはもう、ね、6秒近く空いてますし、うん、まだねあんまり練習ができてなくてですね、あの昔取った篠塚でなんとかね思い出しながら走っているという状態なので、一応ねあの予選だけはね、1回だけ走りました。まああのまあ、普通のタイムが残せたので今回はね予選2番手という形で出ていってますけども、さあこの直線満潮のフォールムスタング、コーナーが遅い、そして譲らない構え、さあここは前を走る F1 元 F1 ドライバー滝さんに攻略してほしい。おお、はい、さようならということで、うん、さすが F1 ドライバー攻略しましたね、プレッシャー話題で。うん、いや、 やっぱりねあの前の車にスリップストリーム圏内でついていくだけはだいぶねこう余裕を持って運転できますので、これはねもうインシデントをねつけずにレースを終えることできそうですね。ただねなんか最近どうなんでしょう、ニュール来た3周しかないっていうのもあるのかもしれないですけど、あのセーフティーレーティング爆上がりっていうほどでもねならないんですよね、今回このレースが終わってどれぐらいセーフティーレーティングが上がるのかですね。今回の、レジストとか、レジスト何台ぐらいでしたっけね、40とか60とか50とか60とかあったような気がするんですけど、ですので2スプリットですかね、参加台数が全25、6台くらいで、うち半分がね、やはり人気車種 MX5、この構成になっていて、で先頭の8台がねフォードムスタングだったんですよね。でその他はなんかよくわかんない、ポンティアックソルスタイスとかこのカテゴリーだけにしか、ね、存在しない車ですけど、あとはね、配送車営業車でと言われるフォルクスワーゲンジェッタですね、そういった車が参加しております。あの、ね、フロントガラスにあのタイヤカスがついて、お見苦しい配信となっておりますが、これねちょっと、ね、走行中拭き取ることできないんで、これねもうゴールまでね、お付き合いくださいと、うん、いうことになりますね。まあ、あの言うてもね残りウートと残り1周半、うん、まあ、1周半ちょいぐらいなので、はい、もうあとね1周半すればピットに戻って窓ガラス拭き取ることができます。これね実際実車でもねタイヤカスフロントガラスにつくんですけど、結構ね落ちないんですよね、油分なので、ブレーキクリーナーみたいなね持っていかないとなかなか落ちないですよね。ねタイヤカスといえば最近はこの、まあ、スポーツラジアル、まあ、S タイヤみたいなねスポーツラジアルがたくさん出てきていて、なのでガイル選手が、走っていた、まあ、10年前もう下手すると15年前ぐらいのアドバンネオバとか、ポテンザとか、ちょうどねディレッツァーのスタースペックとかダンロップから出てきた、でなんといっても、ね、安い早いうまい、この早いっていうのはね摩耗が早いっていう意味でもあるんですけど、東洋のね R1R トランピオ R1R だとかそういったタイヤの時代だったんですけど、あの頃はねタイヤカスが、タイヤにたくさん付着してこうなんか削り取らないと次のね計測のタイムに影響が出るってほどまでねタイヤカス落ちてなかったんですけど、最近はねやっぱりタイヤの性能が上がってきたのかだいぶねこうカスが落ちてきて、で削り取っているようなそういった投稿をツイッターで、よく見かけるようになりましたね。やっぱ時代が進んだんだなというふうに思いますね。マリオカート、マリオカート、
でまたこのシミュレーターね、アイレーシングの話に戻りますけど、よろしいですか、喋ってもいいですか、まだダメ。さあカルセル、When I was first learning, man, I found a guy who could do, like, faster lap on Monza and, of course, RSR than I could with a wheel on a controller. It's wild. That's gonna hurt. It definitely did. さあビッパーマン、うん、だんだんこう体が温まってきた感じしますね。だいぶ思い出してきました。最近ね、箱車といえばフェラーリ488ばっかり乗ってたんでですね、この MX5 乗るの相当久しぶりなんですけど、うん、やっぱね、素直な操作性で乗っててね、こう、まあ、余裕を持って操作できますし、これやっぱね、いい車だなと。でかつやっぱね、初心者が最初に乗る車としては最適だなというふうにね、改めて認識できますね。まあ、488修行が長かったんでですね、まあ、本当こうだいぶこう余裕を持ってですね、車速も、まあ、結構ゆったりだなというふうに感じるようになってきましたし、うん、まあ、そういった意味でこう速い車に乗ってみるっていうのも良い修行になるのかもしれませんね。さあシュワルベン・シュワンツ、ここね、アウトからアウトから、ここはねちょっとギアが合わないんですよね。今ちょい失敗気味ですね。さあこのトップのヘンリーさん 3.3 秒先で、前を行くタキさんにとっては 3.0 秒先なんですね。これなんか協力してね、うん、追いかけたいですね。まだね1周ちょいありますんで、これをね、うん、なんとかね 1.5 秒ダメかな、 1.2 秒、1.2 秒差まで詰められればスリップ危機になるので、もう1周ですね、このメインストレートの手前で 1.2 秒差まで追いつくっていうね風に行きたいですね。さあこれは、うん、できればね2回交代というか、ガイル選手が前に出て、もう一回後ろのね、滝さんが前に出返すっていうのが理想的だったんですけど、ちょっとね離れすぎてたので、ガイル選手が前に出ましたね。もうこうなったらしょうがない、ここはね頑張っていきましょう。おっと、危ない、はい、おー、これはいかん、これちょっと言ってもらいましょう。フィニッシュとソーリーボタンですね、ソーリー。うん、1コーナーね、1コーナーブレーキング遅かったですね。うん、あそこはね、練習回数が一番少なくなるコーナーなので、ね、1周回ってきてからじゃないと、あの車速で進入していくっていうのはね、練習できないので、うん、いや、失敗しました。ちょっとね、ブレーキングポイント遅すぎましたね。うん、なんかもっとこう覚えていたポイントよりも早くっていうかね、ブレーキング、突っ込めるんじゃないかと思ったんですけど、突っ込めませんでした。さあおかげで、前方の、ね、ヘンリーさん、さらにプラス1秒、ね、余計なギャップが空いてしまいましたね。これ追いつくの厳しいですね。これはちょっと申し訳ない。さあというわけでファイナルラップです。後続は9秒差ですね。いやー、平和でいいですね、これ。
これですよこれ、うん、あのね配信をねあの視聴されている皆様にはね退屈なレースかもしれないんですけども、今はねあのガチガチのバトルとか言ってる場合ではないセーフティーレーティング A の 1.4 なので、これはなんとかね 2.0 以上に戻さなければならない。これがね、うん、今回のと言いますか、多分次回もですね、うん、当面続くミッションですね。ミッションで思い出したんですけど、まあ、MX5 にも、ね、マニュアル車なんでミッションがあるんですけど、で、ね、あの目標とか使命みたいな意味でミッションってありますけど、あのよく漫画とかで出てくるあの女子校ですね、あのミッション系ハイスクールって言いますけど、 あのミッションってまた多分ね、あのギアボックスのミッションとも違いますし、なんか使命のミッションとも違う、あのミッションって何なんでしょうね。こうなんかずっとわからないままあの長い人生過ごしてきましたけど、あ、ね、もしご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたい。どうなんですかね、ミッションってこの、まあ、なんかあのミッション系ハイスクール、多分あの聖母マリア様みたいなそういうのが、ね、漫画で出てきたので、宗教的なので、まあ、宗教もなんか人間は生まれながらにして罪であるみたいな、ね、あの使命を背負ってみたいな、そういうやっぱなのでね、あの組織目標とか言われる、ね、会社で使うミッションと同じミッションなのかもしれないですね。よっとっと、ここね右コーナー3速だと、うん、今ねクラッチを使って2速に落としました。こっちの方がいいですね。さあ先頭のヘンリーさんが、うん、0.5 秒ぐらい詰めましたけど、まだまだ遠いですね。いやしかしこれ後ろを見ると、このアイレーティング 0.7K のフォードマスタングジェイソンさんがその後ろの MX5 勢を抑えているっていうですね、これがなかなかすごい。まあね、直線番長なんでやっぱね、こういう今走ってるね、こういう区間で前に出てしまうんでしょうね。さあ残り 0.5 周になってますね。ちょうどねこの辺りが半分過ぎた、1周のね半分を過ぎた辺りですね。すごいな、アーマーゲー看板、うん、アーマーゲーって、ね、まあ、メルセデスのチューナーなんですけど、すごいですね、ここまで、うん、ニルに看板を出せるぐらいの大企業に成長したんですね。すごいですね。昔はね、あのなんか知る人ぞ知るチューニングメーカーみたいなね、でもアーマーゲーベンツっていうとやっぱ日本でもこうツーリングカーで有名なっていうね、うん、やっぱそういう、うん、印象がありましたね。さあ、あとはね最終直線区間どう勝負するかですけど、あんまりねこれなんか近づきすぎるとねやっぱアクセル緩められてしまうので、こうねいい感じの距離感ですね。うん、最後ねこのギリギリあのねミシュランブリッジのあたりでこうオーバーテイクできるぐらいのギャップだとちょうどいいんですけどね。
さあなのでね、こうどっかで、うん、これどっかでもうちょいギャップ開けるぐらいのギャップ調整した方がいいんですね。うん、ちょい滝さんミスり気味。これは近い、これは近すぎる。さあここで、ここでちょっとミスした振り、ミスした振り。さあこれでどうだ、うん、結構離れましたね。うん、これぐらい離れるとアクセルは緩めたくなくなるはず。さあ全開で、全開で行くんだ。ジョー 0.9 秒差、ちょっと離れすぎでしょうか、どうでしょうかね、間に合いますかね。お、良い、これは良きかな、良きかな。さあ間に合うか、間に合うか、間に合った、間に合った、これは間に合いそう。うん、よし、これはナイス間合い、これはナイスギャップ。さあ抜き切った。おお、うん、もうここはもう、もう車割り込むスペースないですね。よーし、守り切った。最後の最後でごちそうさまです。はい、というわけで2番手フィニッシュでしたね。まあ総合では6番手ですけども、 MX5 の中では2番手のリザルトとなりました。ちょっとね、この滝さんにはね、さっきの、ファイナルラップの入り口でね、申し訳ないという、ね、メッセージを入れて、おきました。うん、もうちょっとでね、追いつけそうなチャンスだったんですけど、うん、あのミスがなければね、追いつけていたかもしれないと思うと、うん、ちょっともったいなかったかもしれないですね。まあでも滝さんはね、ええでっていう風にね、言って、英語でね言ってくれてました。うん、いやー、ですので、あそこのね、1コーナーのインシデント一つだけついたんですけど、まあそれ以外はね、はい、インシデント1で済んでますので、まあこれはセーフティーレーティング目標通り上がったんじゃないかなと思いますね。うん、これはね、明日も出場してなんとかね、セーフティーレーティング 2.0 以上に返り咲きたいなと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。